でももう10月ですから。10月、あっという間。この時期が来るとね、寒い。そういうこと？あ、さっきから寒いのよ。手入れない。長袖が良い。おっぱいみたいになってるから。やめて。今日はさ、今日はさ、2人だけなの。そう、2人だけっていうか、これが正式なのかしら、わからないけど。すごく久しぶりにね、2人で撮ってますけども。緊張。緊張とかあるんですか？緊張とかあるよ。あ、ないな。誰かいませんか？いませんよ。今日はお休みの日に撮ってるからね。そう、早朝の7時30分、我々の集合は。だから朝だから寒い、余計に。そう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 、暖房がついてないから。つけよ。でももうすぐ帰るでしょ。うん、あることをして。インフルエンザの注射でございます。もうやらんといけんけど嫌なんだけど、やらんといけんけど嫌なんだけど、やらんといけんないよね。なんか今年はさ、この間なんか医師会から届くさ、ファックスか、はいはい、お手紙。でもお手紙でも、うん、なんかオーストラリアとかで、うん、なんか早くに流行った、うん、から予防接種は積極的に進めていくようにと、患者さんたちっていう、はい、お手紙も届きましたし、はい、なんか沖縄ではもう出ているという噂ですし。そうなの。でしかもさ、これ今こう新聞見てたらさ、うん、10月5日付ですわ。はい、ね、コロナとインフル同時流行可能性極めて高い、書いてますからね。ダブル？ダブル、やだ。ダブル流行？ダブル流行だって。私も皮下注射するの年に1回だからね。怖いこと言うなし。怖いこと言うなし。年に1回の。こうで、こうだったかな。忘れちゃった。年に1回しかしない。うん、お前の、なんだ、100年分とかを俺1日で終えとるわ、患者さんたち。ちちちち。だけど私も正直、打たれるのはそんなに怖くない。打つ方が怖い。やめて。緊張じゃねえけんな、ヒカチュウだけんな。だけど、ヒカチュウだから、このね、ヒカちゃん、ヒカチュウ、ちょっと似と、なんだいや、なんだいや、狙いはここだという感じですよ。やるか、そんな、うん、やらいや。ああ、気持ち的にはめいってるけどな。うん、やるか。どっちから打つ？わしからやる。私先打たせて。あ、ちょっとさ、うん、あの目隠ししといて。やだ、絶対やだ。何のプレイそれ。目隠ししてやるわ。いや、視覚的に怖いってお前ギャーギャー言うだけ。違う、見える方が怖い。持ってってやるけ、目隠しなの。いや、黒い防具の。いや、なんでだよ。カメラ止めて何するかわからん。何もせんわ、カメラ止めて。アホか。めちゃくちゃ言うなし。先打ってもいい？ちょっと思い出すために。え、先俺が打たれるってこと？うん、まあいいよ、うん、いいっすよ、うん、あ、怖っ。こうやって、あの、ワクチン吸うのは得意なんだろ。うん、吸うの得意。よまあ例年言ってますけど、はいはい、3歳以上が 0.5 ミリね、はあはあ、打つんですけど、うん、はい、このバイアル、1バイアルに、うん、まあ、0.5 っていうことを考えたら、うん、2人分入ってるんですよね、1ミリ入ってるから。あ、なるほどね。そう、2人分が1セットということですか。そうです、そうです。これで1人分完成。はい、 OK です。はい、もう一人分吸いましょうかね。お願いします。やだね、今日本当にマジで注射するのか。うん、打たれるのはいいけど打つのは嫌。なんかごちゃごちゃ言いながら打たないっていう結論に行こうと思ってたんだよな、今日は。もう吸っちまったよ。吸っちまったらもったいねえな。うん、ママ呼ぶか。ママ呼ぶのもありだね。ママこそ早く打った方がいいんじゃない。まあ確かにな、妊婦さんだし。あげだな。やっぱね、抗体ちゃんとつくのに1ヶ月ぐらいかかるからさ、早めに打っとかないとな。できました、うん、流行り始めて打ってもいけんだ。
はいはい、やるとか注射は真面目に暴れない暴れない。誰のセリフ？え、待って、シミュレーションさせて。あ、いいよいいよ。ペン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 とかいらんわ。ペンとかいけんけん、いらんいらん。シミュレーションなの。こんな話やろ。挟んか。消毒。はい、消毒だ。消毒者。大丈夫今日？あ、熱測った朝の。なんか暑いよ、えらい。測ってない。熱があった、熱があったらできんから。あ、熱測ろう、熱測ろう。そうだな、うん、危ない危ない。危ないね、ちゃんと測ろう。なんかすごく暑いけど大丈夫？マジですか。うん、もうシャワー浴びてきたからね、朝は。朝シャンハははわぁ、私ダメだ。一斉のせ速度ゼロ、速度8。高いじゃない。私大体ちょっと高めだだけど、なんか私6度ゼロなんよ。うん、私6度8。暑いのを触るの、うん、これぐらいが標準だから。そうなの。うん、いつも言われる。高めですね。これがいつもですからはい、打つよ。はい、こう消毒。はいはい、つまむ、刺す。これ刺した後どうするん？本番じゃないと思うので、ゆるくいけるね。刺した後の歩道で中で入れるん。これで持つ。ここを浮かせないで、ここ、ここに、ここ。あぁ待って、こう。はい、こう、こう、はい。これで、ここをこうずらして、ここに当てたまま、この2本でここを持つ。そうそう、こう。完璧。こう。今死ぬでしょ。はい、こう、はい、こうやってみよう。レッツゴー。やだなぁ、怖っ。消毒です。あ、そうそう、場所知ってる皆さん、よくここら辺だと思ってたんやけど、まあ、ここでもいいんだけど、こことこの下とこの、ここかここかだからここかここ。この間はいけん。この真ん中の間はいけんだね。ここにしようかなと思ったよ。いけん。この間はなんか大事なものがいっぱい走っておいてん。ダメなの。今日はここにしますよ。下か、うんうん、肘のこの辺か、ここか。ここはもう、もうゆり先生はもう筋肉質だから、もう皮下がないから、ここだと筋中になるから、ここじゃなくて、ここ。分かったっけ、恥ずかしいな、みたいな。そこはいけんって言っちゃうから。ここね。ここそこ、下っ側はね。今日この後私整体があって左がねちょっと凝ってるけん揉んでもらおうかと思っちゃうけん。でも左に危ないから、もう早く待ってるから。なんだいやから。ちょ、もう行くの？さっき、ちょい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 、待て待てって。動くと筋肉が無理ってなるから危ないでしょ。なんだいや、怖い怖い怖い、ほんとに行くの？あ、やだ。抜くよ。はい、あと1つあった。針刺さったのマジで分かんなかった。お腹上手でした。なんか今年は痛いという噂ですけども、とにかく痛点には当たってなかったでしょ。うん、シュッときて、うん、ただ中でこうビーって入れるときやっぱり若干ビリビリはしましたよ私の判断、あ、けど、本当に大丈夫だったな。うん、そう、私が上手だけど。ああ、かもしれないですね。今日はシミュレーションしとき。あ、私そんなことすると余計わけわからなくなるけど、やだ。普段通りにした方が絶対いいって。ちゃ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 。はい、今日は27ゲージね。うん、0.5cc。いや、本当にちゃんとしてやってるよ。有権者です。ゆり先生、いつも通りやった方がいいだろ。うん、そんなことしてないわ、もう。何なんでそんな、なんでそんなに、そんな、お前アルコール弱いんだけど、ちょいちょいの方がいいが。結構アルメは強いのよ。あ、そうですか。うん、ほら、ちょっと、どういう角度？いくよ、うん、もうやるよ、うん、1
痛い？痛い。今刺さってます。ね、皆さん早くして早くして。いくよ、ここからゆっくり入れていくよ。あ、痛い。ピュー。どうでした？どうでした？注射嫌だろ。無理無理無理、血が出てる血が出てる。血なんか出たら変わな。こうだね。人普通に痛い。なんかさ。はいはい。終わりましたね。若干ブルーな、ブルーになってるやん。痛かった？痛かったよ。痛かったよね、うん、まあ針が入っとるって感じかな。まあね、なんかコロナの方が痛くないの。そう、注射自体はコロナの方が痛くないな。針が痛くない。こっちの方が量重いからね。あ、確かに。だけんだ、コロナ 0.3cc でインフルエンザ 0.5 だから、うん、ちょっとビリッときたでしょ。結構ピリピリ、でもいいとこ入ってたもん、シューって言ったもん。うん、つかかり、つかかりもなく、うんうん、見て、お揃いだ ね。カエルさん、カエルさん。これ誰が書いたの？わかんない。まあ、ぶっちゃけ痛くなかったな、あんまり。まあ、針ってか、まあ、うんまあ、毎年とどうかって言われたら、もう1年前忘れちゃってるから、まあ、こんなもんかなって感じかな。個人的には去年より痛くなかったと、わしは思う。私は、まあ、別に一緒かな。いっよくない。こういうことはしちゃダメだよっていうお手本だから。こういうことはしちゃダメ。お友達同士でこういうことしちゃダメだよ。バイバーイ。おはようございます。皆さんお気づきのことだと思います。この構図、遅刻だ。ヒカル、また遅刻。これだもん。今日は大事なね、YouTube のね、生配信の予告動画を撮るでしょ、私たち朝。夜にね、焼きそばをするだとかさ、やっぱりクレープを焼こうだとか、そういう話をするでしょ、朝は。水曜日の朝は。これだもん。現れない。集合は7時30分なのよ。夜に確認もしてる。現在の時刻7時40分。ほんとにねえ、私はそれ優しいよ、仏様ですから。あの10分ぐらいは待ってたのよ。そんなすぐすぐ電気が消えたね。ねえ、だから私は優しく待ってたんですよ。昨日夜遅かったのかなとか、道路がちょっと混んでたのかなとか。10分ぐらいの遅刻はそれは許してあげようかなと思うでしょう。待てど暮らせど、これですからね。え、こうやって喋ってる間にウィンって現れるかと思ってもらわれないでしょ。だってもう1分、2分ぐらい喋ってるでしょ。全然現れないわ。スタートしたはいいけど間も持たんわねえ。皆さん今日の動画はいかがでしたか。注射、どうもね、あのインフルエンザのワクチンはコロナワクチンとね同時接種したり、今日コロナワクチン打って次の日インフルエンザワクチン接種したりしてもいいよっていうことに、今年度というかちょっと前ね、今シーズンから OK になったみたいですから、そこはね気にしなくて、来た
はよう。遅刻だ。遅刻じゃない。遅刻だもの。撮ってるから。もう編集してたの。そんな朝やから。うん、そうだわ。絶対本当だよ。久保さんから7時18分に LINE が来てましたね。今起きた、急ぎます、汗。じゃあ見せてあげるよ。母ちゃんはね、何、朝4時に起きて。ああ、起きてねえよ。だって今起きたって書いてあった。編集して、この編集がいつできたかというと、どんな時間が出るの。これ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 、いつでしょうね、できたのは。ひどい。扱えてまへんわ、ちゃんとこの人は。PC が。今日の夜8時からは TikTok のライブ。夜9時からは。悔しい。これはすぐ消えるのよ、これ。ここの電気が。悔しい。夜9時からは YouTube のライブとなっておりますと。うん。今ちゃんと説明しといたから。眠たいから。インフルエンザのワクチンとコロナのワクチン同時接種でもいいし、そう、次の日とかでもいいし、あの2週間空けるっていうルールがどうもインフルとコロナはね、今シーズンはないっていう感じ。そう、だけど何よりもだけそのダブル流行っていうのがもうね、あの危険ということで、もう打とうと、とにかく打ちましょうと、もうごちゃごちゃ言わずに打とうと、ことをまあお国が言ってらっしゃるってことかな。我が日本国憲法。日本国知りませんけどね。日本と日本って何が違うの、言い方。え、日本と日本。私は日本って言うんだよ。私のことも直弘と直弘と両方呼び方があるだろ。いちごといちご。そういうこと。犬と犬、椅子と椅子。いちごといちご。アウトレット、はい、アウトレット、アメリカ、アウトレットですよね。アウトレット、アウトレット。ほらほら、もうここあれなんだ、これ人感センサーなんだから。いちいち動かんと切れるんだけんから。嫌な予感しかせんかったんだよな。何が。車が止まっとるけん。そう、止まってもだって7時30分にちゃんと来たもん今日は。だって朝のこれを撮らなきゃいけないって知ってるもんだって。でしょ。今日何するの、ほら YouTube ライブとか。今日はスイカと LINE したんだけど、昨日、何するって、はいはい、何食べたいって聞いたら、もう食べたくないみたい。は、もう食べたくないの、どういうこと。何スイ、明日何食べる。え、また食べるだ。あ、スイ太るけ嫌な、うん、遊びがいいって言ってたけんさ、食べ物にしようかなと思って。なんかむくんじゃってんだよね。スイカさんも最近一番気にしてるの、そのね。あ、そうなの。痩せる痩せないを。あ、お茶しか飲まんし。ついな。うん、ジュース飲まんのよ。夜このリンゴジュースとさ、うん、オレンジジュースとカルピスと大体買ってるじゃない、この生配信とか。飲まへんもんな、つい水がいいってね。水飲んじゃっちゃうね。正直ね、お年頃かしらね。何食べたいって言われたら焼肉かな。焼肉、レタスで巻いて食べたい。また匂いで怒られるよ次の日。すごいか。何にしよう。え、何にしよう。簡単なのがいい。あ、卵焼きにする。卵焼きなんかが夏も食えへんがな。卵は食べねえもんね。ソーセージパーティー。ま、鍋。鍋がいいよ、そりゃ鍋がいいよ。鍋も危ないでしょ。まあね。ひかるさん、なんかほら得意料理ない。親子丼とか作って。親子丼とか。親子丼ダメだから、卵だから。ソースカツ丼。
意料理タコライスが得意。じゃあタコライスしよう。でも辛い。でもいいよ。食べれないよみんな。あ、焼き飯でよ。あ、焼き飯作ろうか、うん、チャーハン。チャーハン。もういいじゃん、チャーハン。卵なしチャーハン。卵入れていいよ。え、なっちゃんは？チャーハンは卵がないと。鍋にしよう。やだ、鍋は危ないもん、こぼすけん。汁は嫌。ギッギッってなるけん、必ずこぼすけん、分かっとるんだけん。この間だって水こぼしとって、ママが尻がびしゃびしゃだって怒っとったもん。あれが湯だって、みほんまや。あちあち、ママがまた怒る。ということで、まあ、楽しく愉快にやりましょうや。もういいな。はい、まあ、寒くなったけん、なんかね、そういうのがいいけど。赤ん坊がいて。はい。また考えよっか。ということで皆さん、夜の8時は TikTok ライブ。遅刻してこないでよ。夜9時からは YouTube ライブとなってますね。バイバーイ。また後で。